袋いっぱい丸々で埋めてみた。こんなん言った？現場では言ってないんですけど。現場では言ってないのにどうやって集めたの？動画の最後にこっそり載っけておいた。マジで。ずるくないそれ。こっそり後ろに載っけるって何なの？ねえ、まあ、お風呂好きじゃないですか。もうチャップチャップ、はい。チャップチャップしてるので、はい。まあ、お湯じゃなく、ちょっと、いろんな、まるまる風呂。なんなの、お湯いっぱい噛まれても毒がない、蛇で埋めてみたって。いや、毒ないから痛いけど我慢できるだろうみたいな。赤股とかですよね、だから。いやいや、赤股、毒ないからいいって言うけど、痛いからね、めっちゃ。やらない、やらない、やらない、やらない。だって、おこちんとか噛まれたら大変なことにならない。腫れてちょっとでかくなってラッキーって思わないよ俺。どっちのポーチですか。いや、ちょっとでかすぎるだろ。入れたろか、ほんとに。だから入れないですよ。あ、入れないです。ほんとに。これ誰向けに撮ってんのこれ、ほんとに。誰が見てんすかね。誰見てんすか、おい幅広い人に見てもらわないといけないから。そうですね。下ネタやめましょうよ。そう。お風呂いっぱい、よだれで埋めてみた。いや、もう気持ち悪いんだけど。これもできそうですよね、なんか。いろんなおじさんの。おじさんなの？これも募集して動画でクロちゃんの家の風呂に入れて。待って、俺の風呂やだから。もう勝手に人入れないで本当に。ねえ、不特定多数の人入れようとしないで。だってハウスタジオのお風呂使わせてくれないですよこんなんで。多分。いやそんなこれやるから使わせてくれたら使わせてくれないかもしれないけど、いやちょっと風呂場のシーン撮りたいからっていうので言えば別に何でもないじゃん。これ入れるって言わなきゃいいんですよ。言う人ある？ないし、ね、あ、ちょっとお風呂にね、湯だれいっぱい止めてそこにちょっと入ってもらおうと思ってんですよみたいなことで言ったら貸してくれるわけないじゃん。まあ、普通の人だったら貸してくれるんですよ。どのぐらいで頼まれるのかもわかんないし時間も読めないから多分貸してくれない。もう何？痩せるハーブで埋めてみたって。え、本当に痩せるようなところやってみたいけどね。どっちなんですかね、痩せるハーブって。ん？どっちって？さっき捨てたやつなのか。さっき捨てたのは、違う違う、そんな違法な感じとかのハーブじゃないから。そう、これだとなんか全然腹減らないんだけどっていうので痩せるわけじゃないから。なんでそれを動画で撮って、いや俺バカったとかじゃねえからな、本当に。スタッフまでバカだったらもう取り返しつかないじゃんこれ。怖いもん。どっちの意味か分かんないですよ。いや分かるじゃん、スタッフやべえじゃんここ。あ、お風呂いっぱい泥団子で埋めてみたとかいいんじゃない、なんか子供っぽくて。ああ、泥団子ですよね。あ、ダメ。そういう感じで攻めてくるとダメだ。泥水よりは泥団子で埋めるっていうのがなんか可愛いと思ったんじゃないですか。1個作ったら1つ、2つって、あ、何個入ったっていう楽しい感じじゃない。小学生とかが本当に送ってきてくれてるのかもしれないですよね。もうやっぱり背中の毛で埋めてみたとかもできないから。スマホ埋めてみたとかも危ないじゃん。デスソースとかもヒリヒリしたね。糖とかもダメでしょ。液体窒素で見るなんて別に違うから。俺別に冷凍保存とかじゃないからね。美女いいんじゃない、美女。お風呂いっぱい、うん、美女で埋めてみた。あのお風呂何ぐらい入れるんですかね。結構普通の家よりも大きいですよ。だから多分3人ぐらい入るんじゃないですかね、普通に。1人1万円払って。え、またなんかちょっと回春の匂いがしてないの。いや、おかしいね。お金払わないってじゃなくて、別にね、あの、クロちゃんの動画出るから、やってみるみたいな感じで、やるんじゃない。あ、じゃあ、募集します。クロちゃんの。うん。裸っすか、水着。裸じゃない、普通は。ですよね。だって俺も裸だし。そうですね。うん。じゃあ、一応募集しましょう。うん。限定何名ですか。一応何人入れるかっていうのを試したいかな。まあ神セブン的に7。溢れた人どうするんですか。裸で見といてもらいますよ。あの風呂トイレ一緒なのに。え、どういうことですか。じゃトイレ入っててもらったらいいんじゃないですか。トイレ座っててもらったら裸で。トイレ便座壊れてるじゃないですか。壊れてないから。あれガムテープでちょっと 色合いつけて遊んでるから。うんこついてるじゃないですか。ついてないのかな。なんでうんこついてる前提喋ってるんですか。じゃあ募集しましょう。じゃあ7人。はい。今回、お風呂いっぱい美女で埋めてみた。
こちらの方をやってみようと思います。なので緊急募集をします。以上、7人限定でクロちゃんと一緒に裸でお風呂に入ってみたいなっていう方募集します。美女限定ですよ。よろしくお願いします。神セブンカモン。ギャラは出ないですね。ギャラはございませんけど、テンションだったらチップ渡すかも。それは回収にならないですか。チップ渡す、バーレス公式でいいんじゃないですか。ああ、そうですね。あ、チップだったらいいですね、うん、チップってことすればいいですよね。あ、ダメ、全部するふりしたらダメだからね。